バーレフィッシュ。こっちにも見せて、こっちこっちにも見せて。バーレフィッシュ。はい。Yes, I can。どんどん準備していきます。ワイルドだろ。はい、男のね、準備ということで、行っていきたいと思います。クリー君がね、一生懸命やってます。100バーで乗ったことがいないから確認できるもんな。これ考えてなかった。チェックしたいもんな。チェックしながらやりたいもんな。よーし、よし、え、これないよ、ええよもん、さっきりやつ。でもこれ、できるだけ平らなところにせやな、台置かな、倒れたら危ないな。うん、入れる。やばいな。セッチ、セッチ、あそこまんとく、あそこまんとく、やべえ、なんでそこすん、なんかすぐ入れない。テーブルだぞ。炭やろ。今の話の流れやったら炭やろ。いや、テーブルもちょっと段取りよくにこう、段取りよくもう火くれてますって。もうくれてるよ、ほら。炭はだからこっち通り、あ、こんな感じのテーブルね。これこんな感じのテーブル、こんな感じ、こんな感じのテーブルです。これまあ、折りたたみ式でまんぱくっと、サクッとね。はい、行きます。さっき焼く準備やろ。もうそれ最後でええや。さっき焼く準備やろ。トンク。ワン、ツー、トンク。使うんかよ、お前。使うんだ。いや、ちょいちょいこっちも落としてね。ファイヤー。こっちも落としてね。ぐんでぐんでぐんで。あ。タイガーのところだけど、もうそんな後やっけ、もう来たね。お前何もしてんの、動けて。監督か、前回忘れてたジェル着火剤、ジェル、あとはゴミ箱を装着して、んで、ライター？え？ I like lighter。 何してんの、もう片付けてんの。え？いや、もうついにこっちじゃないもん。どっち一人でできるやろ。なんで二人ばかりでつながる。いや、そういう絵がいらんやったらええけど。いや、いいね、いいね、いいね。お、あれ、あ、そうだ、この間の撮んの、あ、持ってきてないんか。あ、はい、切るはずやで。いや、ないやん、え、できるもんやん。まあ、えっか、2個あるからえっか。2個ある。ああ、はい、はい、ちょっとね、準備してる時とかもう蚊に噛まれたら嫌でしょ。だから家庭戦後僕準備してますよ。はい、これ家庭戦後ね、ご飯食べながら蚊に刺されるとかめっちゃ嫌でしょ。準備しとるよ、サボってるわけだわね。そんなやれ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 やん。
じゃーん。木炭を入れます。え、これ、こっちが使うの？こっち使うの？え、もう一回ある？何やろ、これ。今、青みが見えた。え？もう一回入ってた。入ってたけど。燃やせる紙とかもいるやろ。あの紙に詰め出す感じ。木拾ってくるわ。あと落ち葉的なやつだな。結構燃えたやろ。蹴ってるなって。ほんま、木くれてマウンテンだから。
俺見てこの木の枝と。今回は着火剤を入れてちゃんとさっき木炭を燃やすようにしたんでめっちゃいい感じでファイヤー、よーいい感じやね。ほいほいほい、おいい感じいい感じいい感じですわ。やっぱりね、人って失敗することによって経験を積んで学習能力が上がりますよね。素晴らしい。じゃあ早くして。何してんの？タッチャッチャッチャ消えてもらうで。やばいやばい、タオルどこやったっけな。ファイヤーの近く来ると君、お肉、はい、いやだ、君やれって。もう君動けって、ほんま。じゃあ俺映したから、ね、じゃあ映さんでいいんかな、お前。よし、じゃあお肉、どれ、今回はお、ファイヤー長持ちしてるファイヤー、勝利くんが選んでくれたお肉とウインナー開けてや。おお、これ前回よりいいだろ、
なんか美味しそうやな。ええ肉してるやろ。おわ。うわもうええ感じやで、ほんまに。前回の経験ってほんまにええ感じやな。うん。おお。ええ感じしてる。キャンプ、バーベキューって感じやね。んでご飯もね、買ってきてるんで。トングそこにあるから。オッケー。で、あとあれやな、皿。開けて。もう焼いてくれ。うん。じゃあどんどん今から焼いていきますよ。よし。とりあえず気泡から行こうか。山岡。で、ゴミ袋そこにあるの。もうええわ。あ、結構気長持ちしてるわ。素晴らしい。うん、着火剤のおかげだ、これ絶対。これゴミ袋置いとくから。これゴミはな。キャンプとか、絶対ゴミは、持って帰ってくださいね。これはもうマナーとか、そういうのがなくなるので、ちゃんと持って帰ってください。多く言うな。うまいな。いや、ええのはいっぱいあんねん。欲しいなと思うねんけどな。俺も値段が倍したりするからな。ちょっともう、ケツ向けてもええかな。と、気が、やっぱ真ん中やな。でもこれ一瞬やで。何が？で、焼けんの。焼くんやから、焼いてすぐ肉入れれるように、これタレも入れとかな。いや、これご飯も入れとったらええんちゃう？ご飯で。ゴミ袋こっち置いとったら俺もな。いや置いてるやん、だからそこ、いやだから持ってこう。すみません、なんかあれ僕ら別にね仲悪いんだけどこれはいつもの会話なんで、あのなんかブチ切れて喧嘩してるみたいでしょ。もうとりあえずご飯ポンって乗せて、うわいいな。いや、もうすぐだからもう焼けるように。いく？タレは、タレも肉乗っけてからかけようや、バーッと。もうほんま完全に火が暮れてもうて暗いわ。そうやな。やばい。これは。これ、映ってんのかな？これは。今からどんどんお肉焼いていきたいと思います。ちょっとここにあるから気をつけてな。はいよ。何があの、何が肉は肉そこ、もうすぐ焼けるようにしてる。これあの、タレ使わない。ご飯どこに置いてる。こっちこっち。よいしょ。暗いな、うん、だから暗いな。最中電灯もう一個美味しかったな。肉焼いていきます。ちょっとでも足しになるか、これうん、取れへんな。足どこやったどこ。あ、そっちね。いやもうだいぶ火が弱なってるな。でも弱なってる。真ん中しかついてないもんだって。あ、肉の油こっからも着火落としたらええんじゃん。肉とかさほぐしてほぐして一回肉凍らしてきてるんでね、固まって。とりあえずこんなもんでええか。あんま乗せすぎて。浦さん邪魔、外した。ほんま外した。外してもいいんやけど邪魔。全然見えへん。浦さんで全然見えへん。ここで箸でやる。箸でやる。
ほんま暗いからさ、肉がちゃんと焼けてるかどうか見えへんな。見えへんわ、やばいわこれ、怖いわ。え、懐中電灯あるから一応見て。やろ。え、火だいぶ消えとんな。火だいぶ消えとんね。真ん中ちょっとまた浮かすから、あの着火剤入れて。ちょっと浮かすんじゃないけど、完全にどけて、もう上の方に上げてみな、上からやるの、右が逆にこう、こんねん、完全にどけて、真ん中持たない、落ちてるか、消えてるんじゃん、ファイヤー火を持っていたいな、そこに真ん中しかできんの、これいけるめっちゃ便利やろ、右がね、よくねこれ、2番目なんか、もうええんじゃん、もうね、もうペン使い切ったら後であれやね、後で使う、はい、着火剤2個あってもらう、ファイヤーしたらええんじゃん、いいんこれで、これちょっといて、見えへん、全然見えへん、見えへんな、はい、ていうか懐中電灯を照らしといてくれたら、もうするわ、するわ、そうじゃないと見えへんやろ、でも2個置いてって、もう1個持ってくるわ、何を、懐中電灯1個抜かれるよ、火また火はなってくる、早いなほんま、ファイヤーしたらよかったんだ、ファイヤーって長いの、でもなんか着火剤を落としてからなんかわーって燃やさんとさ、ちょっと焼けてる、焦げてる、とりあえずもう一旦もう焼けてしまう、地味地味、俺しかちだから君、俺がテンションだから、手はしといて、冷めんのやめて、ほんま全然面白くない、分かっとる、分かっとる、面白いね、面白いと思って言うところがね、僕気に食わないんですよ、別に面白いと思ってんじゃないやん、何なんじゃ、ツッコんで、あの、ボケはツッコミで、僕面白いボケにしてる、やかましいわ、ボケはな、ツッコミで、サブーってやつでしょボケだけで完成するんやったらハマちゃんいないんってことで、やろ、ボケて、料理するのがツッコミ、まあでも、なんか言えや、それもう消えてきてるやん、どうしよう、ファイヤーしようか、ファイヤー、着火剤、はい、着火剤いいか、うん、これでもいい、ファイヤーでいいか、俺持ち上げようか、あ、もうそのままやったらええんちゃう、肉、バそのまま炙ったらええんちゃう、肉にちょっと炙ったらええんちゃう、バーナーでそのまま肉炙ったらええんってことちゃう、表面からいいっすやな、やがっ、熱いわ、熱いな、着火剤一緒やな、あ、まあ焼けてるっちゃ焼けてるな、焼けてきてるけど、おー、きゃ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 、隅にまだ火がね、ちゃんといってないですね、いや、隅少なすぎるもんだって、これ100パーでかい、ずっと今、まだ動き出てない、それがまだ燃えてない、いや、少なすぎるやん、絶対燃えてない、隅余らしてしゃあないのか、全部入れたらいいの、少なすぎるわ、これじゃあ、青いだ、ええねん、あ、せや、忘れてた、ちょっと、持てるわ、持てる、持てる、そやそや、忘れてた、あ、そういうこと、すっかり忘れてたな、
ピーな、消えるやん。煽りすぎやん。こっちも消えてまうやん。めっきりやん。消えてまうやん。そんな煽りすぎやん。炭が少ないねんけど 100% 少ないもん。木が少ないね、木が先が少ない、先が少ない。はい、まあ男のね、料理ってことでね、勘弁してください。待って待って、ちょっと待って、火の始末とかはちゃんとね、しましょうね。ちょ、これ超えてんだ。上は表面、名前は表面、名前は上、名前は全然取れてないな、これまあ、いいよいいよ。真っ暗で何どうなってもわからんのか。え、大丈夫だろ。もうとりあえず一旦君のに全部入れて、で後で分けたらいいよ。俺の取り寄せたらってから無理や。上まで届いてきてないもんだって、普通に考えて。まあ、とりあえずこれどけたら、まあ、すぐ入れて。いけるかな。そういうことな。溶けるって言って、溶けた。これ赤い赤い。赤いわ。まだ赤、まだ赤。全然届いてないやん。全然届いてない。バーナーで炙ろうか、一回ね。もうすぐに届いてないもんだって。本当に届いてない。だから全然や。肉がまだ赤い、肉が赤いから、この前のよりあかんから、まあ、失敗生かされてないから。この前のだって全部入れて1回分やるから、なんかえ、うん、全部入れて、全部入れて、内輪が邪魔。炭に火はついてんねんけど、下すぎて肉まで届いてない。そして焚き火がないから上まで来てない。あんまり電気使いすぎて後で電気使いすぎて、いけるか。とりあえず一回全部君のところに入れて。 OK OK OK、 いけるいける。とりあえず第2弾で炭出す。で、炭だけじゃなくて、ここで新聞紙とか、まあ、焚き火やね、焚き火やメニュー。焼きが弱いから、ちょうど蒸しというか、焼いたり蒸したりみたいな感じで、あ、焼きが弱いから。え、だってここに火を切ってんやろ。なんでテーブルこっちなんだ。テーブルこっち、飲み物用意しないから。え、一回ね、お肉が第一弾焼けたんで、ちょっと味見したいと思います。